どうも、阿部達です。今日はですね、あの100人登録者突破企画のあのプレゼント企画をちょっとやりたいなと思います。はい、というわけでですね、今回ですね、ちょっとプレゼント企画ということで、ちょっとだいぶね、日が経ってしまって申し訳ございません。まあいろいろね、ちょっと考えたんで、ちょっとやっていきたいなと思います。そして今回、プレゼント企画の、プレゼントのその商品の内容というのは1個ずつ紹介していきたいと思います。今回ちょっと3点あります。はい、これも全部、1名様のみです。はい、まずこちら、じゃじゃん、東京ディズニーリゾートのイヤホンジャックカバー。これ前回レビューしましたね。はい、こちらの、これはまあスマホ持ってる人じゃないとまあダメですけどね、まあ、これと、もう1個こちら、ででん、アンソロジーのこのね、初回ライブの、シールですね。これ初回限定版です。はい、こちらのシール。これももう限定、これ1枚です。はい。そして、じゃじゃん、こちらのアンソロジーのびっくりマン型シールですね。はい、このキラキラレアシール。こちらの、3つ、これセットにして、1名様にプレゼントしたいと思います。はい、応募方法はですね、僕の、この動画に、プレゼント企画と書いていただいて、プレゼント欲しいですと、まあ、書いていただければそれで OK です。で、1人1回までにさせてください。で、その応募資格っていうのをですね、まずこの YouTube のアカウントを持っている方、国内の方でお願いします。ジャパニーズオンリーソーリー。はい、期日はですね、今日のこの動画からちょうど約1週間、6月の5日水曜日の、7時までにしたいと思います。で、次の日木曜日の夜7時からハングアウト、 Google ハングアウトにて生当選発表というのをね、ちょっとやりたいと思います。はい、ちょっとうまくいくか分かんないですけども、皆様のねご応募をね、どしどしお待ちしております。はい、というわけで今日はですね、こちらのねプレゼント企画ということでね、はい、どしどし、コメントください。そしてね、当選発表まで、皆さんお楽しみにください。というわけでプレゼント企画の終了です。バイバイ。パンに塗った時とこれを直接食べた時の違いっていうのは何なのかっていうのをちょっと